今日はジャズ界の帝王、ジャズトランペット奏者マイルス・デイビスの歴史的名盤、カイン・ドブブルのソーファットのマイルス・デイビスのソロ、オイラ・ニューキが解説していこうと思います。モード奏法はドリアンスケールだけ使っていてもうまくいきません。ドリアンスケールを上下運動、様々なパターンを羅列するのでは上手的になりません。コードに対してのスケール一音一音の特性を理解して、様々なアイデア、アプローチを学んでいくことが大事です。今回のマイルス・デイビスの素晴らしい奏からジャズのエッセンスを学んでいきましょう。まずソロの最初はシンプルなメロディですね。コードの1の5度のメロディ、その後は E マイナーペンタトニックスケールでメロディを作っていますね。まず1個前に吹いたフレーズ、モチーフを2回繰り返して吹いています。その後はセブンスの音、レの音の後にドのシャップを吹いています。この音はドリアンスケールの中で重要な音で、6度または13度です。この一音がポイントになってモードジャズらしくしていますね。その後はまたマイナーペンタトニックスケールに戻り、シンプルなメロディを吹いています。はい、このフレーズはとても素晴らしいです。まず、ダインスからのフリージング。その後のレ、シャップが特徴的で、この音は E マイナーメジャーセブンスを想定、そのメジャーセブンスの音になります。マイナーコードは、セブンスの音は、そのように解釈してメロディを作ることができますので、ぜひ覚えてください。また、次のダインス、イレブンスの使い方も素晴らしいと思います。次はブリッジ部分、Fマイナーセブンスです。マイルス・デイビスは E マイナー部分は明らかに E マイナーにトナリティを感じるのですが、ここでは E フラットメジャーだったり、Fマイナーだったりを感じさせるフレーズが混在しているように感じます。全体的には抽象的なフレージ部ですが、それも E マイナー部分との対比ができて素晴らしいと思います。また、E マイナーに戻るに100前からアンティシペーションで E マイナーのフレージもしています。この技術はとても大切なので身につけましょう。そこからは E マイナートライアードでシンプルなメロディを吹いています。ここは E マイナートライアードしたいのフレージングです。とってもシンプルですね。モード一層で大事なのは対比です。E マイナーを感じさせるフレージングがあるからこそ、テンションや美味しいフレージングが生きていきます。最初からテンションだけだったり、新しいアプローチばかりだと、ふわふわしたサウンドになってしまいます。マイルス・デイビス、ジョン・コルトレーンも、その現場とても上手いと思います。今回のフレージングはとても重要です。マイルス・デイビスは、ここではでメジャートライアドを吹いています。で、メジャートライアドということは、E マイナーの前後下のメジャートライアドということになります。E マイナー10で、でメジャートライアドを吹くと、で、7の、ハシャップ分けると、81度という形になります。E マイナーに対して、美味しい音のチョイスになるわけですね。このアイデアも身につけると良いと思います。その後は E ブルーの音スケールです。モードでも、隠し味としてブルーノートスケールを使うのはとても有効ですね。D フラットの音がかっこよく響き、一瞬ブルースを感じさせてます。
これは前半部分に出てきたフレージングとほとんど同じですね。マイナーペンタトニックスケールと6度がうまく機能していると思います。このフレージングも素晴らしいですね。まずアンペシテーション一拍前から F マイナーのフレージングもしています。このようなやり方でしょう。節制を超えるビーツは大事です。フレージングは11度から9度、7度、5度という形です。モード演奏はテンションをしっかり把握して、それらを生きるアプローチをいくつも持ついいでしょう。次は3度のインターバルです。ただ覚えたパターンを吹くのではなく、リズミックにしたりすれば、アイデアの一部としては有効だと思います。ここも逆前からアンティシペーション。Eマイナーの1、2、3、4度。次は、その他の音を11度と捉えて、そこから11度、9度、7度、5度、テンションを上手に使ったフレージングですね。次は、マイナーペンタトニックスケール、レ、シャープ、Eマイナーメジャーセブンスの音。そこから、ブルーの音スケール的なフレーズと、いろいろなエッセンスが組み合わさったフレージングですね。ということで、ジャズ界の帝王、マイルス・デイビスの歴史的名演、ソーファットのアドリブソロについて解説しました。たった2コーラスですが、その中には、素晴らしいアイデアがたくさん詰まってましたね。ただスケールを暗記、リックを暗記するのではなく、スケールの特性、テンションの理解、それらを生かす方法論を身につけるのがおすすめです。言って、先生ジャズサックスレッスンでは、サックス未経験、ジャズ未経験から、経験者、プロ志望、現役プロまで多くの、肩入れスしてます。チャンスの基礎から時間をかけてしっかり取り組み、レベルアップしたい肩入れスを申し込みください。体験レッスンも随意行っています。